バグズライフ、バグズライフ、現代、A バグ、S ライフは、ディズニーピクサーにより制作された1998年の、アメリカのフル CG アニメーション映画である。ピクサー作品全体、短編含むでは8作目の作品であり、ディズニー・オン・アイスで2001年日本公演作品、剪定バ割登場作品の一つでもある、ディズニー・オン・アイスで登場したピクサー作品としては2番目。 同時公開短編はゲイリージンさんのチェスイメージソングにホフディランのスタンドが使用されたアメリカ本国及び日本ではピクサー長編アニメーションとしては最後のレーザーディスク版発売作品となったトイストーリーのスタッフによるピクサー第二の長編誕生のきっかけはトイストーリー制作が大詰めを迎えたある日の昼食中の某スタッフの会話であるそれから 虫の生態、リサーチングをし、その99%を忘れ、キャラクターの性格を掘り下げることに力を注いだ。今作の誕生は、イソップ童話をヒントにした。制作にあたっては、トイストーリーの10倍もの勝利能力を持った、最新式コンピュータが採用され、霧や雨、稲妻や炎、キャラクターの動きなどがよりリアルに表現でき。 日本では1999年3月より全国で吹き替え版と字幕スーパー版が拡大公開された。日本でのセルビデオ出荷本数は120万本。ここは虫たちだけが住む世界。そこにはとある高原の池に浮かぶアリの島アントアイランドがあった。そこで働くアリたちは秋に備えて食料を集めていた。その日々にアリたちは 苦労し、女王の長女あった美女も毎日のようにくたびれていた。そんなある日のこと、発明家のフリックがまたトラブルを起こしていた。彼の発明した、刈取機は枝を刈り取って、食料を貯めるというものだったが、食料を取り終えると枝を遠くへ飛ばすという危険なものだった。他のアリたちは、彼の発明に呆れ、彼を、歩く災難と呼んでいた。そんな彼を唯一慕っているのは、 あったびめの後継ぎとなる次女、ドット姫だった。彼女もまだ小さいので飛ぶことができずにいた。同じ悩みを持つ二人は仲良くなった。その時、警笛が聞こえた。あれは、バッタたちが来る合図だ。アリたちが食料を集めていたのは、自分たちのためでなくバッタたちのためだったのだ。アリたちは慌てて、巣の中の集会へ急ぐも、集会に遅れた。 フリックの発明のミスで食料を一つも残らず、川の中へ落としてしまう。慌てたフリックはこのことを姫に伝えようとするも、上から、バッタ一味の食料がないとの声が聞こえた。フリックのミスが、他のアリたちにバレてしまったのだ。そこへ、バッタ一味のリーダーホッパーが、ウキが近づくと、アリが食料を集め、それをバッタが食べるという起を話す途中で、ホッパーの弟、モルトが、 兄貴が鳥に食われかけたことを暴露してしまう。頭に来たホッパーは、帰るまでは一言も喋るなと警告し、モルトを殴ろうとするが、なぜか別のバッタを殴った。実は死んだ母の遺言で弟を殴れなかったのだ。そこでホッパーはアリたちにやり直しを命じる。女王は、自分たちの食料はどうするのと問いかけるも、ホッパーは、逆らう奴はこうなるぞと指を鳴らす。そこに、 サンパーが現れた。他のバッタより上ており、かなり凶暴な性格のバッタだった。ホッパーはドットを捕まえ、サンパーの餌食にしようとした。フリックはドットを助け、ホッパーは、浮きが来るまでに食料を集めろと無理なんだよ、言い残すとそのまま飛び去っていった。その後、裁判が行われた。フリックが、食料集めに失敗した責任を負わされたのだ。 そこでフリックはバッタを食い止められる、用心棒探しに出かけると言い放つ。最初は止めようとしたあったびめだったが、そうすればしばらく問題が起きなくて済むと考え、中罰追放という形でフリックに用心棒探しを任せる。そのコンをも知らずにフリックは用心棒探しに出かけたのであった。一方、郊外の草畑の中では客たちに馬鹿にされ、帰られてしまったり、 返金要求をされると、いまいちパッとしないサーカス団のライブが行われていた。そんな中、ある事故で団長の PT フリーが全身に火傷を負ったため、団員の全員を解雇する。その夕方、元団員たちはトレーラーハウス下の都会の居酒屋で別れを惜しむ会をしていた。何週間も都会を探す旅をしたフリックは居酒屋に入るが、どの用心棒も強そうには見えない。 その時にサーカス団員は不良たちに絡まれていた。そこで団員たちはサーカスでしていたロビンフットのお芝居を披露し、自分たちは伝説の勇者だと言い張る。それを聞いたフリックはお芝居とも知らずに感動し、彼らを用心棒として雇うことにした。他の団員たちも芸人のスカウトマンだと勘違いし、彼と共にアントアイランドへ戻ることにした。しかし、 アントアイランドに着いた時は国民たちから伝説の勇者を称える。だが、フリックと団員たちは互いに正体を知ることになり、団員たちは逃げ出そうとする。バレたら本当に追放されてしまう。そう思ったフリックは彼らを呼び止めようとするが、突然逃げ出した。実はそこには鳥の巣があった。ドットはフリックを助けようとするが、逆に追い詰められてしまう。そこで、 団員たちはドットを助け、鳥を追い払うことに成功する。団員たちは歓迎され、伝説の勇者として残ることを決めていた。そこで彼らはバッタ一味に立ち打ちできるように、本物そっくりの鳥の人形を作ることにした。それと同時に、食料集めもほったらかしにしていた。その頃、バッタ一味のアジトでは、バッタたちがアントアイランドに、雨が降ったら殺虫剤を吸ったみたいに小田物だと、 文句を言っていた。それを聞いた、モルトはホッパーに戻る必要はないというが、他のバッタたちは身分が違うので言えない。彼らはモルトを、ホッパーの弟だから、副社長だろ、とおだてる。すっかり乗せられたモルトは、兄であるホッパーに、ちょっとだけの食料のために、なぜ戻るんだというも、逆に怒らせ、モルトは、自分がおだてられたことを弁解する。それを聞いたホッパーは、 当分残ることを決める。ここには食料があるのにわざわざ戻るなんて馬鹿げてると言い放つホッパー。しかしホッパーは抵抗した一匹のアリ、フリックを思い出すと部下たちに語る。あそこにいるアリたちは俺たちより大勢いる。もし奴らがそれに気づいたらもうこんな暮らしもできなくなる。食料のためじゃなく誰がリーダーにふさわしいかを教えるために戻るんだ。 という。それを聞いたバッターたちは、早速、アントアイランドへ出発した。モルトも兄を説得させて、大正解だった。一方、アントアイランドでは、縁が行われていた。その土作さ,さに紛れ、フリックはサーカス団を逃がそうとするも、鳥の政策で、アリたちと交流を深めた一行はもう少しここに、残りたいという。さらにアッタビメはフリックが団員たちを見つけたことに、 感謝していた。その時、サーカスの団長フリーがやってきた。実は、あの事故が大ヒットしたので、サーカスを再び開こうと団員たちを探していたのだ。それと同時にフリックは一同からの信頼を失い、サーカス団と共にアントアイランドから追放されてしまった。その後、アントアイランドではアリたちが渋々食料集めをしていた。しかし、そこへバッタ一味が現れ、 ホッパーから食料をすべて集めるまでは休むな。とアリたちを怒鳴り散らす。その間、ドットはブルーベリーズを集め作戦会議を開こうとするが、本当はホッパーが女王の命を狙っている真相を漏らした彼の部下の話を聞き、フリックを探そうと必死になって羽を、羽ばたつかる。そしてついには飛べるようになり、フリックを追いかけた。ドットは彼に戻るように言うが、 フリックは自分の失敗が原因で皆に迷惑をかけたことを償い戻ろうとしなかった。しかし、以前自分がドットを励ました話でフリックは気力を取り戻し、サーカス団員たちもフリーを監禁し、アントアイランドへ戻っていった。サーカス団員の協力で女王を救い、フリックが作った偽物の鳥で、バッタ一味を翻弄する。ところが、監禁されていたフリーが、 偽物の鳥を燃やしてしまった。それを見たホッパーはあったび目を犯人と見たが、フリックがすべて僕が一人で考えたことだと言い放つ。ホッパーはサンパーにフリックを襲わせた。そしてフリックはホッパーが女王を抹殺しようとしたことを国民に暴露する。ホッパーはアリたちにお前たちは何も考える必要はない。ただ俺たちのために食料を集めるだけでいいんだという。 しかし、フリックは語る。アリは、バッタの奴隷じゃない。アリは優秀で働き者だ。だから、お前たちの分まで食料を集められたんだ。弱いのはどっちだ我々には、お前たちは、必要ない。お前たちがアリを必要としているんだと。他のアリたちも、フリックの意見に同意した。そして、フリックは、お前だってわかるはずだ。アリの方が強いと挑発する。 頭に来たホッパーはフリックを殴り飛ばそうとするが、ホッパーが振り向くとそこにはバッタ一味より、大勢のアリたちとサーカス団員が団結していた。そして、あったビメはホッパーに、正しい自然の法則は、アリが食料を集めそれを食べること。無関係のものは追放しますと反論する。そして、アリたちとバッタ一味の対決が始まった。ところが、数の差でバッタ一味の負けとなり、 モルトを含むバッタたちはホッパーを置いて逃げ出してしまった。置き去りにされたホッパーはアリたちに捕まり、大砲で飛ばされそうになる。しかし雨季になり、ついに大雨が降り出した。人間にとっては普通の雫でも、虫にとっては大粒の雫。それを利用したホッパーは、大砲の勢いでフリックを連れ去ってしまう。しかし、逃げる途中でホッパーは触覚を片方抜かれ、さらにあったびに、 フリックの救出を許してしまう。なんとか逃げ切れたフリックだが、再びホッパーに見つかり、彼に絞め殺されそうなところに鳥が現れた。ホッパーはこれも偽物だと勘違いするが、実はこれは本物の鳥だった。フリックはあえて鳥の住みかにホッパーをおびき寄せ、今度は本物の鳥を利用して彼を騙したのである。気づくのが遅すぎたホッパーは逃げるタイミングを逃して、しまい。 そのまま鳥に捕まり、食い殺されてしまった。そして、事件から翌日、フリックとサーカス団員たちの活躍で、アントアイランドに平和が戻った。バッター一味は、ホッパーの死に伴い解散し、モルトは、サーカス団員として雇われていた。フリックは、他のアリたちと和解し、彼の発明が採用されていたのだった。そして、は女王へ昇進し、 ドットも姫の後継ぎとなっていた。それから、フリックたちは飛び去っていくサーカス団員を見送るのだった。PT フリーの吹き替えは、カーズでは、立木文彦が担当。トイストーリーシリーズの唐沢俊明や所ージ草加由美等、モンスターズインクの石塚秀彦や田中裕二と、カーズの山口智光やパンツェッタジローラも、福沢明と、ピクサー作品の日本語版では、 声優ではない俳優やタレントが起用されることが多いが、今作では逆で、いわゆる本業声優が吹き替えを担当してあり、声優を本業としない者は、マイケル・マクシェイン、言語版流用のみに止まった。ちなみに、タックとロールにて採用された、言語版流用日本語の制度は、モンスター・ツ・インクのブー、ウォール・イー、ウォーリーのウォーリーやイブ、もう等の多くのキャラクター。 トイストーリーさんのビッグベビーでも適用されている。他にも、当作のホッパーにも言語版が混ざっている部分がある。また、今作からは、その他の声の出演者のクレジット表記制度と、日本語版制作者、ディズニーカレクターボイススインターナショナル、インクの文字表記が始まった。なお、フリック役の宮本とホッパー役のジョーはそれぞれ、ライオンキングの日本語吹き替えで、シンバと、 スカーを担当しており、今作でもシンバ VS スカンの対決が見られた。コナミから1999年10月28日に、プレイステーション用の 3D アクションゲームが発売された。トラベラー、エステイルズが開発。日本国外では、ニンテンド64版や PC 版や、ゲームボーイカラー版もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。